何やってるんですか。どう今。まあなんか徹夜だからいいけど。なんかいいんだけど、昨日これ履いてたんですよ。うん。だからまだ履いてないこっち履きたいなっつって。なんだそのゴミは。ゴミっていうか。包み紙じゃねえかチョコの。これ2万ぐらいしたの。へえー、なんかうるせえかさかさ。これが10万ぐらいした。だっかギャルソン。ギャルソン。ギャル兄じゃん。信じられないぐらい派手なおじさんに勧められて、うん、いいっすね。一応履いてみるかな。コメント欄でこっちの方がいいって言われた方にします。いや、そうよそう、今から限定がやんじゃ。はい、今履いておりますね、下の方で。せーの、じゃーん。悪くないな。いや、ちょっとジャケットとの相性悪いね、しかし。あ、それならいいけど。うん、まあとりあえず なぜジャケットを羽織ってほしいのかって話ですよ。今からちょっとだけね、岡崎市の市役所に行ってくるわけですよ。なぜかというと、こちら、じゃーん。この、実はですね、皆さん、東海オンエアは、岡崎観光伝道師に任命されているんですね。ただその任期は平成30年3月31日までなので切れてるんですよ。だから僕たちは、岡崎観光伝道師じゃないと思いきや、また任命状をもらえるということで、今日は受け取りに行くわけですね。引き継ぎでございます。じゃあ練習ね、東海オンエアくん。君たちを岡崎市ガチガチ観光伝道大使に任命する。観光伝道師に任命する。よろしくね。はわわわわわ、右左右三本あるんだ。お前ってここで一言。任命状、僕たち東海オンエアは。読まなくていい。読まなくていい。こっちが読んでるから多分。以下同意同文です。ありがとうございました。はい、はい、頑張ってください。ということを今から岡崎市のところに行ってやってくるわけですよ。まあそれなので、ちょっとだけ真面目な格好しにしなさいって言ったら、この格好をしました、この人は。俺ね、エピソードトークがございますよ。真面目、虫さんが今日は真面目な格好にしなさいっていう発言に僕はビビっているわけですよ。ほう。ウームにね。あー、懐かしい。初めてウームの社長って、初めじゃない方ですよ。うん。はじめ社長のふざけてる人じゃなくて、ふざけてない方の社長ね。ウームの社長と会うときに、はい、社長と会うんだから真剣な格好しなさいって虫さんが言って、虫さんはスーツ。うん。うん。としみつはまあ間を取って、まあ、ピシッとした私服、うん、で俺は絶対普通でいいっつって真面目って、はじめ社長に短パンジャージで行ったんですよ、うん、そしたらはあの社長がね、僕ら3人を見て、えっって虫さんの方を見て行ったんですよ、うん、なんでそんな変な格好してんのその日めちゃくちゃ俺鼻鼻炎というか花粉症だったから、うん、ひどすぎてもう本当に1秒おきに鼻水が地面までつくぐらいのね、鼻水が出続けてたわけですよ、うん、ティッシュのボックス持ってずっと電車で移動しててね。で、としみつと虫さんがお前それは社会人としてありえない、失礼だと思って鼻を噛むのもティッシュを持っていくことも禁止、もう我慢しなさい、鼻すすぐ鼻噛むの禁止にした覚えあるわ、それはって言われて、俺はもうティッシュを置いて社長室にこう入ってって、あ、お願いしますって言ってってやってたのよ。そしたら、なんかまあこのあまりのね、量に社長が気づいて、何鼻水大丈夫みたいに言われて、そういえば、はじめ社長が初めてここに来た時も、もうなんかジャージでティッシュのボックス持って鼻かみながら入ってきたよって言われて、ほれみーって、そういうことが起きるわけですよ、うん、この世の中。いや、まあだからね、だから僕も今日はスーツじゃない。だから今日は、僕は、うん、その時のとしみつくらいの格好をしている。ってなると、いや、でも今回は市役所だからね。市役所だからこそ別に俺らの格好気にしない説あるけどね、所属するわけでもないし。まあね。いや別に、怒るってくることはないのよ、絶対に。向こうの人がね、うん、なんだその格好はと言ってくることはないわけですよ、うん、まあ、単純にこっちの、なんだろうな、誠意みたいなもんなんですよ。俺誠意これなんだけど何がダンシングじゃねえよお前スパンコールだぞなんかかしこまってるとなんか自分じゃないような、うん、それでも東海オンエアなんか観光伝道師やってく気あるんですかみたいな、うん、気になっちゃうのよ俺は。ほう。仕事だからやってますみたいな感じに俺は思っちゃうから、うん、普通で行きたいなっていう気持ちもある。なるほど。まあじゃあいいですよ、そんなね、無理やりしたジャケットに何の誠意もないですから、もう決め、どっちでもいいですけど。うわー迷うなー。あ、もう下で迷ってるんだ、着るか着ないかじゃなくてどっちがいいかなー。いや一応やっぱりこのね、任命式ってちょっと嬉しいからさ、うん、一丁らをね。そうそうそう、まあでもセットってこっちかな、こっちにしよう買ったけどスパンコールついてるからちょっとパンツ履いてなかったから試着もできなかったから、まあ大体で買ったけど、うんもういいっすね。まあ
スパンコール、スパンコール。で、これ足元何で行くの？足元、俺、靴だとヴィトンのあのスニーカーぐらいしかないから、うん、あの、魚の。もう。か、ヴィトンの靴。せめてサンダルも買えや。もうちょっといいやつ。魚かヴィトンってやばい。間がなさすぎる。なんか浮いてたら、フレミンタドで言うだけにしましょう。行きましょう。行きましょう。というわけで、市役所に着きました。これ、マネージャーの高岡さんですね。お疲れ様です。はい、そうそう、僕もこういう格好してるわけですよ。こういうジャケットスタイルみたいな感じで、まあ中は東海の中、一応東海の T シャツを着てますっていう風に、今日みんで昨日みんなに襟のついた服を着てきてねって言ったら、としみつはスタンスミス、そしてバーバリーのシャツを着てきてるわけですね。お前すぐわかるな。バーバリーなんだ。ようわかる。それ昨日入荷したやつ。何チェック早っ。一応ちょっとだけ意識はしてます。まあまあまあ一応ね、ちゃんといい服を着てくるって意味では間違いないので、まあ結果的に。で、哲也は、まあ、さっき話した通りこの格好なんで、まあ、いい服といい靴履いてますよ、ちゃんと。まあ哲也スタイル、いい服には違いない。で、問題はこいつですよ。言ったからな、お前昨日ちゃんと襟付けを着てこいって言ったのに。おじさんごめん、クールビズを気にしすぎた。この T シャツどこで買ったの？これ、オーソリティ。バカ言っただろう。いいだろう。だって一緒にさ、それで服買いに行ったんだよ、うん、でしかもあれ使わされたんでしょうかね。あれ使わされてさ、俺2万のサンダル買わされたんだよ。でお前変なサンダル履いてる。ごめんてー。もうでも本当ね、帰る暇がなかった。ちょっと出かけてて。あ、俺もこれ夢丸と一緒に買ったからね。夢丸が、お、哲也いいじゃん。で、なんで夢丸大掃除の服着てんだよ。あ、お前何してんだ。だから、おい、家だよ。何？夢丸がね、指輪買ったんですよ。え、俺今ちょっとさすがに市長の前外そうと思って外したのに。これ金色の指輪買ったんですよ。そう、ドルチェ&ガッバーナで。終わった。ボコボコの指輪、クソいかついやつ買ってた。だけど VFX で窓ガラス全部割れてる指輪。バーン、俊光の前ではつけないっていう。キャラかぶっちゃうもんね。いや待って待って、そうじゃん。え、ブーツも買ったのよ。うん、めっちゃいいやつ。めっちゃいいやつ。買ったんだ。じゃあいい、まあそうか、普通のね。いいって、高いっていうよりは、はい、本当にちゃんとちゃんとしたやつを気に入ったいいやつを買った。はい、ダメダメじゃないか。しょうがないっすね。ジャケットはギリなんかね、まあうちでもいいかな。なんなら一番気抜いてる格好で岡崎市役市長に会おうとしてるな。万丈市民だったわ。ちょっとだけ気にしてほしい。わかった、次から頑張るわ。なんね、普段その衣装の着てる人は急にねピシッと観光大使になったって変わることないと思うけど、うん、ちょっとやりすぎ。ちょっと今日一回安城市戻ったら、思いのほかね、時間かかっちゃいました。焦ってきちゃって、来ちゃいました。ヒゲ生えすぎ、そう、ヒゲ生えすぎ。ちょっと見出しね、ちょっと本当にね、ごめんなさい。こう、本当運転しながら一回帰りたいと思いながら来ました。おー、素晴らしい。見出し並みですよ。というわけでね、今から市長に会うわけですけども、市長なんとね、結構ね、岡崎市長ってね、オーラあるんですよね。市長たる貫禄があるから緊張しちゃうんだよね、なんか。普通になる。で、まあ、この次画面切り替わったら僕たちはめちゃめちゃ緊張してると思いますけど、そういうことなんでよろしく。まあリングを今取りに帰ってつけますね。やめろ。皆さん大変ですよ。おこいつがカメラ新幹線に置いてきやがった。本当？置いてきた。え、やば。カメラを新幹線に置いてきちゃった。今日の哲也の動画も上がらないし、明日の僕の動画も上がらない。え、見つかったの？いや、あったらしい、一応。東京駅に今、東海道のカメラがある。ちょ、ほんとさ、ね、カメラして。俺、怒んないけど、あ、今、逆にさ、あるじゃん。みたいな。それだけど、勘弁してでしょ。元カノと飯っていう暇があったら勘弁よ、お前。いや、関係ねえ。見っとけよ。関係ねえだろ。元カノの飯行ったせいかもや、これ。エモくなってさ、レンタカーでさ、曲聴いて帰ってきてる。バカじゃないの。いや、新幹線で帰ってこれば、そんだけ気づいて持って帰ってこれたかもしれないのにね。違うわ。仕方ねえだろ、東海道の高速乗りたくなっちまったんだよ。なんで、なんでなの、でも。なんで乗りたくなった。思い出の道なんだよ。して、俺も聞いたもんでしょ。あ、そう、としみつも一緒に聞いた。なんでそれを聞きたくなっちゃったの。ちょっと、それ関係ないじゃん。じゃ、俺聞きたい、聞きたい。じゃ、そのことの思い出の曲だ。もうそのことのじゃないな。だから、上京したでしょ、東京にね、大学で。あ、哲也の元カノが上京しました。で、しばゆうと俺とまほっちゃん3人で車でさ、見送って、はいはい、お別れというか、離れ離れってなった後に、もう車でブーンって出かけ、こうね、出発した後に、まほっちゃんがかけた曲なのよ。うん、歌詞がもうドンピシャだったんだよ。どうだったの？号泣だよ。その曲を。当時号泣だったけど、今、再び会うようになって聴いたら、ちょっと気持ち変わって、おぉ。乗り越えてきてんだ。
いいよやったー何が何がいいよ忘れてもしょうがないってこといいよってなんでしょうがない。まあで、どうするかって話で、今日は、まあ芝生がね、あれなんですか、ピンチヒッターで我々控えてるので、今日は芝生に動画上げてもらいます。で、明日の僕はちょっと別の動画作り直します、今から。で、なんとか明日に間に合わせます。で、問題なんですけど、カメラじゃあだいつ誰が撮りに行くんだってことで、なんと今から撮りに行くことになりました。はい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 。今、用事が終わって、まあ、8時が閉まるらしいから、忘れ物センターが東京駅に8時ちょい前に着けばカメラを持って岡崎に今日帰ってこれる。え、今日帰ってきたんだよね。俺今日帰ってきた。俺も今日帰ってきたんだよ。俺さっき帰ってきた。俺もさっき帰ってきた。さっき東京から帰ってきて、今から用事終わらせて東京に行ってすぐ帰る。別やいや、これはまあ僕はちょっとごめんなさい、明日の編集があるんで行けないんですけど、誰かが行ってもらいます。うわわからんよ。でもまあ、分からんよ。実質移動時間は。でも別にこれはじゃんけんで決めると一言も言ってないです。誰が取りに帰るべきかって話ですよね。おお。そういうべきか。確かにそう。まあまあ忘れたやつが、まあ、取りに行くのが普通ですね。おかしな話だね。うん。そう。だって俺昨日帰ってきて、ね、ちゃんと2人で、ね、ちゃんと僕と夢丸は昨日の夜遅く頑張って帰ってきました。あ、はいはいはい。じゃあ僕今すぐ帰ってきてすぐ行かなきゃみたいなその辛さがあるですけど、それはなぜかというと、うん、昨日終電で帰ろうとして駅でめちゃくちゃファン対応してたら目の前で電車入っちゃったんですよ。はあ、それは自分の自己管理です。自己管理間に合わない、ごめん。優しいのは分かったけど、ごめんって言った時にその駅の改札ピッて入って中で写真撮ってください。はい、撮ります。はぁ、あ、プーン。それ言っていいやつ、いいやつなんだけどそれ自分例えば仕事だったらただのお前の自己管理ですよ。なさ、うん、なさで。じゃそれとのんびりと帰ってきた人どちらがべきかっていう、はあ、べきかの話あります。のんびりじゃない。僕と夢丸は昨日の夜向こうで撮影があって夜撮影を終わらして帰ってきたやん。哲也はギリギリまでデートしててそれでしょ。俺はしっかりと LINE で哲也大丈夫って聞いたら、なんて来たっけ、見事にやったみたいな。そう、見事やらかしたってきたから、はぁ、夢丸お見事って返しといてって言って、夢丸がお見事って LINE で返して誰が行きますか。じゃあ僕が行きたいですって言った人は手を挙げてください。行きたいですか。いや僕が行くべきですでもいいよ。新幹線で東京に戻って哲也の忘れたカメラを取りに行くのは誰だ。拳を出してください。おかしいやん。気持ちは俺だった。本当にさ、人間として俺も俺終わってるよ。俺だよ。面白がらなくて本当終わってる人間だよ。俺別にそんな面白くないもん。見えたでしょ今。せいやいや、じゃんけんでじゃんけんやれやれ、面白い面白いって全員。あ、待って、ごめん、僕無理だった今日。今市役所の人と会わなきゃいけないわ。そうそうそう、3人だ。じゃあ俺がべきなのよ。じゃあべきが出た今。べきが出た。でも手を挙げてないよね。じゃあもう一回やる。べきは俺。いや、こう手のひらをこっち側に向けてほしいんだよ。でもマジで面白いと思ってんだよ。ちゃんとやる。取りに行く人。そりゃそうだけど、はい、今日はちゃんと教授に持ってきてくださいね。東京駅出ないですか、ね、というわけで、じゃあ無事にトニーに行ってきてください。はい、行きましょう。